Fujisan. Fujisan is, to me, that's like the most symbol of Japan. I think probably most people. But it's the one place that I think anybody riding a train or any place you see Fujisan, it's like, Fujisan. It's always like a very, very happy energy symbol, I think, for most people. They, Endo-san はね、もうずっと富士山はね、撮ってますよ。 で、やっぱり簡単に撮ってるじゃない、やっぱり大きいカメラ、 バイテンで、夜の遅い時間は、長いシャトルで、道のど真ん中でいろいろな撮り方があるから、結構苦労しますよね。まず、いつも天皇会しますよ、1年のギャストメンバーシップありますと。 ぜひ、いただいて、箱根はね、意外に来るときに、国で、事務所は、サイドバーで一緒に飲みながら、これからよろしくお願いします。社長さん、ありがとうございます。FCC、この場所で展覧会できたことが、僕は非常に誇りに思ってます。それで、一応、そこにも書いてあるんですが、今年がね、ちょうど僕、写真を始めて 今日いらしたのは都市若林というところで僕4年半アシスタントを務めてまして、その後いろんな仕事をしながら海外でもいろんなところに行ったんですが、結局日本人のオリジナリティは何かってことで富士山を取り出しました。それでやっぱり生まれたとこが箱根だったもので、結局風景ってのは毎日行かないといい写真が撮れなくて、それで一番毎日行ける ことは何かって考えたときに、じゃあ富士山撮ろう、富士山だったらこう毎日こう朝夜中いつでもこう行けるんで、それでこう始めたものですよ。でやっぱり僕箱根がすごく好きで、どうしても箱根からの風景が多くなるんですけど、これからもまた箱根からいろんな写真を撮っていこうと思います。それで今回展覧会をできたことっていうのは、ブルースさん、はじめそちらのギャビンさんと横山さんが2年でしたっけ、3年前から富士山どうだ富士山どうだって言われてて、それで先々月ですね、お会いできて、ようやくこれが実現できました。それと僕の展覧会でいつも、とにかく箱根で生まれた箱根で撮影してる時にいつも応援してくださる方がいましてちょっとそのご紹介します。箱根町の町長さんいらっしゃってますんで、はじめまして、皆さんこんばんは。 箱根の町長の山口でございます。今日改めて、遠藤さんの富士山の写真を見ますと、毎日眺めている富士山ですけれども、あ、こんな富士山があったのかと逆に気づかされる、そんな作品でございますし、やっぱり富士山は美しいな、日本一のあるいは世界一の美しい山だなということを改めて認識をしたところでございます。遠藤さんの写真美術館強羅にありますけれども、小さな美術館ですけれども、中身は大変濃い素晴らしい作品を集めた美術館でございます。私もご案内があるとその度に足を運んで拝見をしておりますけれども、
まあ、今や小さい、写真美術館ですけれども、2000万人の観光客を迎える箱根の、町ではなくてはならない、そんな施設でございます。これからもきっと素晴らしい作品を発表して、いただけるのではないかなと期待をしているところでございます。最近は、貨幣も始めまして、今日は来れませんけども副町長がぜひあそこのケーキは美味しいから皆さんに紹介をしててくれと言われましたので、紹介をさせていただきますけれども、本当に、あそこへ、伺うとホッとする、そんな写真美術館でございます。これからも箱根町ともども遠藤写真美術館もよろしくお願い申し上げまして、であと今日はワンドリンクはタレでもらいました。どうしてもやっぱり足りないが、ぜひカウント行けばまたワンコインでまたドリンクは買います。全然移動しないよ、いっぱい飲んでください。でまずではでは今日の天皇会、遠藤さんの天皇会乾杯。乾杯。ありがとうございます。はい、お疲れ様。どうして富士山のトピックを選んだ？最初やっぱり山が好きだったんで、ヒマラヤ登ったりヨーロッパの山登ったりしてたんですけど、向こうで友人ができた時にお前日本人なのにお前のオリジナルを見せてほしいってこと で、僕はそれの時に海外でいくら海外の風景を撮って日本で出しても海外の人って、ね、やっぱ日本の文化のきちっとしたものを見たいなと思った時に、僕はやっぱり一番近いのが富士山で、毎日とにかく行ける風景を撮りたかったので、やっぱり風景って毎日行かないとやっぱり行けないと思うんで、それで富士山っていうのを撮り出しましたね。それと祖父もやっぱり富士山を撮ってた写真家だったので、やっぱり自然とそういう風に富士山を撮るようになってきたと思います。いつ初めて富士山撮りました？一番最初の、ね、富士山を記憶であるのが中学校の時に撮ったんですが、きちっとして撮ろうと思い出したのが15年前ですね。15年前から毎日撮るようになって、でやっぱり大きい大型カメラ 8x10 とハッセルブラッドを持ってフラ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 撮り出しました。じゃあ 8x10 撮りました。でこれはすごく大変じゃない？今まで使いますか？今でも使ってます。でなぜかと言いますと、やっぱり 8x10 って大きいものが大きいものに関してはやっぱ大きいフィルムで大きい作品を作りたかったんですよね。それで 8x10 を撮ったのと同時に、やっぱり最初の頃は良かったんですが、おそらくこれ体力的にはもうね60近くなると 8x10 担いで山登れないんで、今のうちに 8x10 を撮ろうと思って、現在にも 8x10 を撮ってます。でおそらくこれから先フィルムが、ね、なくなるかどうか分からないんですが、撮れる時までは8x10で撮ろうと思ってます。箱根美術館で写真展にあった、今は FCCJ の中にもう一度やりますだけど、気持ちはどうですか？やっぱり箱根でやる時っていうのは基本的に観光客が写真を見に来るんで、やっぱり分かりやすい写真は展示しますよね。ただこちらに関してはやっぱり展覧会ってことで、また違う形の人たちに見てもらうために、中のコーディネートとか流れは変えて、あと寿司バーの方は新作を作ったりしてます。日本の和紙使った、はい、これはちょっと特別なものだ。やっぱり和紙が持っているマテリアルと、要は柔らかさをこう表現するのどうしようかっていうんで、
もともとね、母がね、習字をちょうどやってたんで、あ、だったらもしかして面白いかもしれないってことで、あのそういうチャレンジをしてみたんですね。でただ色がやっぱりね難しいですね。安定しないですから、だから作品としてはあの何ていうんですか、あの同じものを作り出すことができないんで、それはちょっと大変だなと思ってます。この和紙の写真は私にすごく綺麗、ずっとアートみたい写真じゃないだけど、あれはあの月の明かりで撮ってるんで、若干黄色、グリーンの中に黄色になったりしてるんで、あの微妙の色の変化がありますよね。で、あの色温度も若干違うものでバランスが崩れてますし、プラス和紙っていうあの本当に白でない濁った色の中でこうプリントできるんで、あのおそらくそうやってなんか違う形が出てると思うんですけど、まだ和紙に関してはまだ始めたばっかりなんで、これからまたいろいろとやっていこうと。次はね、漢紙がいいかなと思ってるんですよ。漢紙もっと熱いんで、だから韓国の紙もやってみようかなとも思ってます。この富士山のトピックいっぱい撮りました。まだまた撮る？今でも撮ってますから、もうずっと撮ってますね。頑張ってください。ありがとうございます。